公益財団法人日本交通文化協会は、東京都千代田区有楽町にある芸術、文化の振興を行う、非営利団体。主として、パブリックアートの普及、振興事業、育営事業、展覧会事業を展開。国からの助成金に頼らず、自らが所有する土地の賃借料などにより、経営資金を賄うスタイル。1948年9月設立。 2010年11月公益財団法人化。自治体等による街づくりに絡んだ活動とは一線を隠し、駅や空港をはじめとする公共空間にステンドグラスや投範レリーフ、彫刻などを設置する活動を独自に展開。作品ごとにアーティストと空間管理者、制作、思考業者、さらには共産者をつなぐプロデューサー的役割を担う。キャッチフレーズは 見る人に、喜びとうろいを与えるとともに、人々の生活の中に、当たり前のようにアートが存在する社会を作りたい。国際多岐富士美術賞を、参照大学生、短大生向け育英制度、交通事業従事者の指定を対象としていることと、学校での成績を重視した審査が行われるのが、特徴。無理子での奨学金対応に加え、特に優秀な学生には、 奨学金の給付も行われる。1954年、駅での展覧会としてスタート。当時のキャッチフレーズは、交通界に文化の香りを当初は、交通事業従事者による文化活動の成果を発表する場であったが、その後、一般に広く開放し、写真や俳句を公募し、入選作品を展示する形に改変有力アーティストたちによる作品展。 ソタ機会を併設、ありがとうございます。